はい、こんにちは、は、えー、いいここんんににちちと黒犬ですこんにちは、えー。今日は10月の4日ということで、中秋の名月ですね。あのなんか、えーと、デザイナーさんがあの満月の絵を作ってくれたので、ちょっと壁紙にして今映してますけれども、えー、中秋の名月に負けないぐらい黒いですね。ちょっとこの子に、はい、あのまたゲームをしてもらいましょうということで。はい、これ見るはい。お手 <laughs> お手がなんか、イマイチですね。はい、もう一回,もう一回いきますよちゃん。ちゃんとお手しよう。はい。お手 あ両手になりましたね。はい。なんかもう欲しくてしょうがないみたいです。はいはい。まあいい。はい。あげるあげる。はいはい。はい。ということで、えー、いつものやつは終わりましたので、えー、こんなところでですね、はい。えー、今日はありがとうございました。っていうと終わるとなんか、しょうもないので、まあ、ちょこっと、あの、ビットコインのね、値段だけ見ていこうかと思いますけれども、まあよく言いますよね。あの、月まで行くか、ビットコインとかね、トゥーザームーンとか皆さん、あのよく英語圏でもね、ありますけれども。 まあ、ビットコイン今あの、高値に向かって一直線に行ってますけれど、まあ、一直線でもないですけれども、ね、向かっていってますけれども、まあ、まあどうなるんでしょうかということで、ちょっと見ていきたいんですけれども、まあ、結論から言うとね、あのまあ、どうなるか分からないですけれどもね、ちょっと今、今日明日で、えー、高値をぶち抜いていくっていうのはなさそうな感じではありますね。 えとまあ、あのビットコインの方はね、えー、4500手前で、まあ、あの跳ね返ってきましたよということで米ドルでね4500ドルというと、まあ、日本で約大体、まあ、50万円ですよね、まあ、やっぱりさすがに50万円となるとちょっとしんどくなるなという感じではあるかなというところですね、はいでまあ、ここに出してるのはねあのとあるエクスチェンジの,あのネットポジションの移り変わりっていうのをちょっとプロットしてみたんですけれどもまあまあ今 あのー、大体です、ね、こ、まあ、この4、2、3、9とか、それぐらいですよね、このぐらいからね、またね、ネットショートの方に傾いちゃってるような状態ということで、で結構ね、そのネットショートのポジションは増えてるんですけれども、値段は落ちてないということで、まあ、こういう時っていうのは、あの得てして、まああの、ショートが踏み上げられて上がるっていうケースがあの多いんですけれども、多いんですけれども、まあ、どうもそうはいかないのかなと。 というわかんないです。これ抜けていっちゃうかもしれませんので、あの全然、えー、あくまでも一意見として聞いていただければと思うんですけれども、あのまあ、今ですね、まあ、ちょっとショートはい、増えている割には、まあまあそこそこ値段はあの横ばいですよって、これはね、プラス材料ですよね。とはいうものの、まあ、ちょっとね、あのテクニカルテー系の話にはなりますけれども、あの まあ実はね、これ、円建てのビットコインなんかでも、ちょっと今、結構ね、大きめのですね、まあレジスタンスが入るところには来てるんですね。まあ、ちょうど50万円ぐらいで、えーとですね、いわゆるハーモニックパターンの方が完成をしてましてですね、まあちょっとこれだけでかいとやっぱり反応せざるを得ないという,、えー、いうのもまあ,ありますし、えー、あとはですね、まあ、あのこの前のね、えー、YouTube の動画で少しやったんですけれども、 は叩かれれば叩かれるほどあの伸びるビットコインということでですね、まあ、結構ビットコインの方は世間の、ね、インターレストの方が増えていくと値段の方ががんって上がっていくという特徴があるんですけれども、まあ、ただですねやっぱりこの7日間ぐらいっていうのは非常にこう横ばいでですねでこの30日とかを見ても、まあ、やっぱり9月の中旬ですよね。9月の中旬 あの例のあビットコインのもう ICO だの何だのでもう散々叩かれた時この時がインタレストのマックスでで今ずっとインタレストが下がってきてるんですよね。まあ、とはいえですね一つプラスの材料としては、まあ、中国は国慶節をとりあえず終わったとただ、まあ、中国はまだやっぱりフィアットからそのビットコインだったりとかに変えるってうところっていうのがちょっと今しんどくなってきてる状態なので。 まあ,あとは韓国ですよねで韓国の方があとがすねまあ今日,明日と休日といいますか、ホリデーですよねで、それでしばらくホリデーの方が続いてしまうので、来週の,あの火曜日ですか,、ねえー、からまあホリデーが明けるということになるので、まあ、その間、ね、マーケットを引っ張るのが日本だけになってしまうというところになるので、まあ、それでいくと、まあ、日本だけというのは語弊がありますけれども、あの 要はあのトレードで、ね、お金が入ってくるの大きいの日本なので,でそれ以外でいくとあとまあ米国の方もです、ね、あのコロンバスデーというのがあってちょっと月曜日がお休みになりますよというのがあったりとかしてです、ね、ちょっと今週、まあ、木、金、土、日、月あたりで,です、ね、なかなかそのお金が入ってくるタイミングというのが弱いというのがあるのでまあ ちょっとですね、普通であれば、なかなかですね、超えていくというのはしんどいんですけれども、まあ、どうですかね、わかんないですけどね、あの、よく満月の日は結構、負けとか荒れるって言いますからね、あの、まあ、満月の日の終わったなんか、翌日とか翌々日に荒れちゃったりするんですけれども、まあまあ、今日が中秋の名月ということで、明日明あさてがね、週末にかかってくるので、さてどうなるところでしょうかということで、まあ、もちろん荒れてね、突破するっていう可能性も当然あるでしょうし、これは何とも言えないんですけれども、 まあ、ただ、どっちにしてもね、あの今、まあ、日本円でいうと50万円の手前ということで、非常にこう、なんてうんですかねあの、売りやすい場所には来ているので、まあ、わざわざこのポイントで買わなくてもいいのかなっていう感じはありますよね、なので、まあ、超えてしまったらね、超、えー、えてしまった時で、またそこへの戻りっていうのを待って、えーその、それを見てやればいいのかなというところで。 でそういった場合はね、まあ、やっぱりここでショートが、あのポなんていうやつですかね、あのセンチメントが切り替わっているポイントっていうのがあるので、まあ,まあその辺っていうのは一つの、えー、ポイントにはなってくるのかなというところですよね。はい、にはなるかと思います。まあ、あとはね、あのビットコインと関係ないんですけど、ゴールドですよね。ゴールドの方も1280をブレイクして、ちょっと落ちてきてますよっていうところがあって。 まあ,あれですよね、FRB の次の代表の人が結構、QE なんて意味のないことをやってどうすんだよみたいなことを平気で言ってる方なので、まあ、その辺がですが、ね、金利市場に反応してゴールドなんかはこう餌食にされちゃってるというようなところがあるというところですよね、でまあ、中長期のお金もこの辺から少し、えー、逃れ始めてはいるので、まあ、ちょっと短期、中期的にはです、ね、こう横向かざるを得ない状態かなとすぐにポーンと返ってくるというのはちょっとしんどいかもしれないですね。 と、はい、いうのはまあ軽くゴールドというところでした。はい というところでですね、まあそういうところなんですけれども、ちょっと、えっ、ー、と、ここからお知らせになります。あの、トレーディングカレッジというですね、まあ私と、あと、ディーラーの吉永講師と2名でやってるところで、そこでですね、今あの、クリプト通信ということで、まあ週に1回なんですけれども、ちょっと配信をしてましてですね、あのまあマーケットどうなるんでしょうかみたいなところっていうのをちょこっと出してますというところで、まあ、あの、特にあるとですよね、あの、ビットコインの方はね、結構おとなしいというか、だいたい読みやすいんですけれども、結構あるとはもうなんか、あの、荒馬みたいなマーケットがいっぱい やってですねじゃあ、どこを見たらいいんでしょうかみたいなところっていうのが結構あったりするので、まああの Z キャッシュとかも荒いですよね、Z キャッシュも荒けらまあイーサリアムもちょっと頭重いみたいなところがあって、まあまあ、あのー、あとね、ビットコインキャッシュがどうなるんでしょうかみたいな話だったりとか、結構いろいろあるんですけれども、まあまあ、ある程度ね、あのー、まあまあ、こういう感じなのかな。 とといいう,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 う軽いところであとさっきのセンチメントの部分ですよね、Google トレンドのセンチメントの部分、あ,あれを実際、Excel でグラフにプロットしてってやると、今じゃあ、どのぐらいの,あのセンチメントの場所にいるんでしょうかっていうのをちょっと数字でね見るだったりとかっていうようなことをまあちょっとやってみようかなというふうに思ってまして、それをですね今からちょっと収録していこうかなというふうに思ってます。はい、ということでね、今日は中秋の名月ということでお届けをいたしました。 えー、まあ素晴らしいあのお月様が見れそうな天気なので、えー、皆さんもねぜひぜひあの帰り道なりいいねあのちょっと夜上見てやってあのお月様を見ていただければあのなんかね、えー、楽しいかもしれないですよねはいということでね、えー、今日も YouTube でお送りをいたしましたはいではでは皆さんも楽しくあの中秋の名月をお楽しみくださいはいバイバイするよはいありがとうございましたはいじゃあ失礼します。